本日もご覧いただきありがとうございます。いつもね、山あり谷ありの谷口釣り船の YouTube 動画ご覧の皆様もね、初めて見てくださってる方もね、本当にありがとうございます。見ていただいてね、感謝しています。本日もね、ホニアジイサギ釣り行ってきました。これね、もう開始早々からね、当たり来てます。あんまりバレたら悪いからと思って、今日はね、フィッシングマックス、和歌山インターテンの、ね、方々が遊びに来てくれてます。この竿がね、マックスオリジナルのね、チョベレどっちか忘れたんですけどね、の、竿で、こっち側の竿がね、アルファタックの、竿です。こっち側がマックスオリジナルのチェベレ、こっちが、アルファタック。この竿もね、昔はよく見ましたけどね、最近は見ないですけど、これね、ダブルで来てますね。ちゃんと上がってくださいよ。はい、両方のイサギね、ダブルでゲットしてくれました。この方ね、どっかで見たことあるなって思う方もね、関西の人だったら多いと思います。今はね、和歌山インターテンの店長なんですけどもね、数年前まではね、泉大津店かな、フィッシングマックスのね、泉大津店の店長だったんで、見たらね、あ、この人どっかで見たことあるな、って思われる方もね、多いと思います。高橋店長さんです。はい、こちらもね、イサギゲットでね、今日はね、早朝、はいはい、どのぐらいだったかな、入れ食い状態でした。今日はイサギ機嫌ええなっていうような感じでね、やったら釣れる、まあ、外れることもありましたけどね。まあね、当たりが出たら、合わせたらダメですよ。やっぱり皆さんね、中にはね、手持ちで竿をね、手で持ってこう、やられる方、される方多いんですけど、ね、やっぱ手持ちでやっちゃうとね、バレることが多いです。なんで店長、よく聞かれます。なんでバレるの？あのね、手持ちでね、持ってるとね、やっぱりね、人間反射的にね、こう竿を、右手なら右手、左手なら左手のこう脇挟んでこう持ってますよね。と持ってるとね、やっぱりね、ふっと来たらね、反射的にね、引くと合わせてしまうという感じでね、イサギ、オニアジの場合はね、合わせちゃうとね、口切れする可能性が高いです。なのでね、やっぱりね、できればです。できればね、やっぱり合わさずに、ますっていう感じでね、本当に言うとね、ロッドキーパーへつけたままの方がバレにくいです。今のそれとね、電動リールはね、スロー巻きができます。ほんまにね、めちゃくちゃね、機能は良くなってます。なのでね、もう電動リールだけでね、微調整、じわーっとこう、やる方がね、いいんですけどもね、やっぱりね、手持ちスタイルで楽しみたいという方がね、やっぱ多いです。多いですけどもね、まあ、バレるの覚悟で手持ちでやってみてください。あとまあね、その手持ちでやられてもね、そのね、最後にね、まあ、5、4、3、2で2とか 1ぐらい手前でピッて止まってからロッドキーパーサポートをこうつけてるとね、そのつけてる間にね、糸がふっと緩んだ時、たるんだ時にバレるっていう可能性があるのでね、リールが止まる少し前にロッドキーパーサポートでつけてね、する方がバレにくいです。これ本当の話です。ピーって止まってからサポートこうカチッとね、つけてるとね、でもさ、起こして持った時に、あれ今までついてたのにバレたなっていうこともね、ちょいちょいあるのでね、手持ちでやられる方はもうね、上がってきた時もサポートつけてる間にも外れる可能性があるのでね、もうさをそこら横っちょの方にポッと置いてね、糸緩めないようにね、してみてください。その方がバレにくいと思います。はい、そんな感じでね、またまた当たり来てますね。このね、この竿、フィッシングマックスさんオリジナルドットのね、T
ヒタまた回ってなかったごめんなさい。オリジナルロットのね、チェベレ間違ってたごめんなさいね。チェベレかチョベレどっかどっちか忘れたんですけどね。いいです、価格が1万5000円前後ぐらいだったと、言ってたと思うんです。あ、これまたダブルでね来てます。いいサオです。気持ちね、今日もお話ししてたんですけどね、この店員さんもね、やっぱりね、ちょっと気持ち長いかなとね、お話ししてたら、店員さんも言ってましたけど、ね、やっぱり気持ちちょっとね、ほんまにね、10センチか15センチぐらい、気持ちちょびっと長いですけどもね、その分ね、なんていうかな、竿がふにゃーっと曲がる、丸くなるので、このね、魚釣れてるときは、竿を最後に起こすときにね、丸くなってるので、意外とね、竿の長さはあんまりね、感じないというような竿です。いい竿です。いい竿だと思います。こちらの竿はね、アルファスタック。この竿もね、一発、もうね、最近あんまり見なくなりましたけどね。このリールからこの下の方ね、付けね、バット部分がこのね、金属でね、めちゃくちゃかっこいい竿です。これからの時期はね、アルファタックのこのね、バット部分がね、金属の部分は、これから、あ、これもね、言い方の先です。これからの時期はね、いいんですけどね、真冬、雪降る自分はね、触ると、おーっていうぐらいね、冷たい、というね、竿です。夏場はいいと思います。このままうちとこう、6月いっぱいでね、アジイサギ釣り終了しますのでね、もう少しかな、というような感じですけどね。いい竿です。ガイドも細かく入ってて、なんていうかな、真ん中からふにゃっと曲がるっていう竿でね、数年前まではね、このアルファの竿を、使ってる方多かったです。あと、まあ最近、まあ、最近当店ではね、多い竿がね、バトルシップス、バトルシップスとかね、極スペ、ね、キラキラの竿でね、もう、なんていうかな、いかにもね、すっごい綺麗な竿、派手っていうのはね、綺麗な竿っていう竿の方が多いですけどもね、意外とシンプルな竿とかもね、いっぱいあります。竿はね、竿はほんまにね、どの竿がいいかっていうのがね、難しいですけどもね、まあ自分のね、好みでやってください。自分のね、好きな竿でやってもらったらいいですけども、長さがなんせ2メーター前後ぐらいの方がいいね、扱いやすいと思います。こういう風に最後こうピー掴む時にね、掴みやすいというね、ことになります。まあ2メーター前後ぐらいです。で、あと電動リール、電動リールはね、大和さん、島野さん、まあ、あと、いろんなメーカーの電動リールもありますけども、まあ、大和さん、島野さんのね、電動リールが多いと思います。あとはもうスロー巻き。スロー巻きでね、最初、ココっと当たりが出たらね、4、5メータースロー巻きです。一気にグワーッと早く巻いちゃう方おられますけどね、ココっと最初来たらね、あ、引いてる、と見てないって。見てたらダメですよ。クッと糸がね、緩んだ時、たぶんだ時バレちゃうからね、クククッと来たらそのままスローで 4,5 メーターぐらいはね、ゆっくりじゅわーっと巻きます。合わさずに最初は 4,5 メーターはスローでじゅわーっと巻いて、あとから 4,5 メーター巻いてからスピードを少し上げていくっていうような感じになります。だけどですよ、あんまりめちゃくちゃね、ゴンゴン手を引くときはスピードちょっと緩めてください。そうしないとやっぱり、切れることもあります。あと針が伸びて外れることもあります。なので、巻いててもね、意外とこのね、皆さんね、この巻き上げてるときにね、今日の方はね、やっぱり釣りだいぶ慣れてる店員さんなのでね、ずっとこうリール見てますけどもね、やっぱりこのね、リール巻きながらね、もうね、釣れてる魚をね、締めたり、鼻かいたり、目かいたりね、クーラー開けたり、なんか食べようかなとか、よそ見してる時に限ってね、ガガガガガガって言うてね、ふっともう見た時には、なんか電電引いてないやんってね、いう風に、途中でね、
変化がある時があります。なのでね、巻き上げてる途中もね、もし竿を見てなかったもね、リールの音をねよく聞いておいてください。あのね、リール巻いてるとね、あの線路はまた頭おかしになったんかと思われるかもわかんないですけどね、頭おかしくなってるんではなくてね、このリールの音です。巻いてるとね、ほんまにね、普通に巻いてたらこううーんって音するんですけどもね、ちょっと荷がかかるっていうかな、重たいもんがかかってこう引いてるとね、ってこういう風にね音が変わる時があります。で、音が変わるとね、あれなんかよう引いてるなとかね、釣ってるとね分かってくると思います。リールの音でね、判断するようにしてみてくださいね。それとね、ドラグあんまりね、やっぱりバレたら悪いと思って、ドラグねめちゃくちゃ緩めすぎてるとね、ってこうなんていうかな、フランダースの犬のこうラン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 トゥルルルトゥ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 っていうような感じのね、ってね、ドラグがね歌歌ってるようなね、ドラグの音にね変わる時があります。あの巻く音がね、電動がね、そういう風にねなることもあるのでね、ドラグもねあんまりめちゃくちゃ緩めすぎてるとね、って音鳴っててね、全然リールが負けてない、スプール見てもらうとね止まってばっかりとかね、そういう方もねたまにおられます。なのでドラグ調整はね、あのめちゃくちゃ緩めすぎると音ばっかりでリールが巻いてきてない、あんまりガンガンにやりすぎると、今日はスピード上げちゃうとあーってバレるっていうことがあるのでね、その調整はねちょっと自分でね、調整するような感じにねやってみてください。今頃ね解説しながら思ったんですけどね、この巻くスピードはこう数字あるのにね、ドラグ調整もこう1234とかね、このドラグ緩めたり強したりするだけではなくて、ドラグもこうね数字でこうドラグ調整、はい今5でやってねとか、はい7でやってねとか、ドラグ調整もねあると便利かもわかんないですけどね、大和さん、島野さんね、ドラグ調整もね当店はね、数字で出ますよとかね、はい、いうのをね、開発してみてください。いいかもわかんないですよ。はい、またまたね、両方対策、このね、今日はほんまにいい感じでした。これ何時頃もやってくれてたかな、途切れることなくね、やったらすぐに当たりが来るというようなね、はいはい、今日はね、いい感じでした。もうね、毎日こんなになってきてくれるとね、ありがたいんですけどもね、はいはい、これもね、よく弾いてます。であとね、リールに巻く PE の太さはね、4号以上です。やっぱりね、まだ毎日ね、いつでも聞いて、見てくれてる方、ごめんなさいね、また先導同じことばっかり言ってるなってね、思われるかもわかんないんですけどもね、やっぱりこのね、YouTube、おかげさまでね、YouTube 見て、初めて当店へね、釣りに、っていうね、お客様が多いです。毎日見ていただいてね、ありがとうございます。まあ、ありがたいことですけどもね、B4 号って言うてますけどもね、2号じゃダメですか。やっぱり未だにね、多いです、ほんまに。3号ではなぜダメなんですか。あのね、やっぱり2号、3号だとね、もうすぐ上がってくるかな。この巻き餌入れて、というね、天秤セット。やっぱり全然違いますね。この柿色のね、天秤セット、クッションゴムというか天秤セットがね今置きましたね。このセットがね、鉛100号ついてます。重り100号がついてます。このセットがね、こうね、糸が細かったらね、コイ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 とね、最初棚まで行った時巻き餌出すように揺すります。その時とかにね、やっぱ糸が細かったら切れるということがあります。そんな切れへんやろってね、思われるかもわかんないですけどもね、やっぱり糸が細かったらね、切れることがちょいちょいあります。なので当店の場合だけですけどもね、よその船は知らないんですけども、当店は4号以上でお願いいたします。2号は、2号とか3号はダメです。ちょっとここね、初めての方よく聞いておいてください。すいませんがね、お願いします。4号です。いい4号。5号は大丈夫です。5号の方がもっといいです。6号でもいいです。
4号以上です、5号巻いてるんですけど4号に巻き替えないとダメですか。あの5号だったら5号でいいですよ、大丈夫です。6号は6号でもいいです。4号以上、4、5、6ぐらいです、8号はどうですか。8号でもね、今までありました。8号でもいいです、大丈夫です。はい、あの2号とか3号とかね、この間1回ありました、2号か2号や3号はダメですって言われてますけど、俺 1.5 号なんですけど、 1.5 号だったら大丈夫ですか。あの余計ダメです、あの細くなっちゃうとねダメなんでね、そこのとこねすいませんがね、よろしくお願いいたします。4号以上です。あとね、リーダーはつけないようにお願いいたします。リーダーねつけてるとね、この隣さんとかね、お祭りした時に仕掛けとかね、なんやかんやでもうぐっちゃぐちゃになる時にね、仕掛けだと思って間違ってパチッと切っちゃう時があります。リーダーつけられてるとね、そういうちょっとね、間違い防止のためです、すいませんがね、リーダーは出ないようにねお願いいたします。あの PE の先にねサルカン一つ、あの当店のね、動画にアップしてます。ちょっとサルカンの付け方とかね、輪っか2つつけて、でその間にサルカンつけてっていうね、説明動画もあります。意外と知らない便利機能っていう動画だったと思います。そこにね、サルカンの付け方とか、リーダーなしでこういう風につけるっていうね、やり方をねアップしていますのでね、初めてのお客様はね、意外と知らない知らない便利機能っていう動画と、ちょっとね、天秤セット投入する方法とかのね、動画もねアップしてますのでね、一度ね、初めて当店に遊びに来てくれる方はね、一度ねご覧いただけると、来た時にね、あ、こんな風にするんや、簡単やんなってね思われると思います。一度ねご覧になっておいてください。さあこちらもまたよく引いてますよ。まああとはね、潔はね、手返しが重要です。ある程度まあね、1分近く待っていてね、当たりの出ない時は意外と皆さん多いです、1分ぐらい待ってて当たりの出ない時はね、また 2,3 メーター1回下げてね、また同じその指示の棚まで毎回巻き上げてきて揺すってピタッと止めるっていう方がね多いですけどもね、あ、これタイですね。もうね、ある程度ね、時間が経つとカゴの中のね巻き餌がなくなってしまってます、はい、空っぽになってます。でね、空っぽになったね、餌っていうかな、カゴをね、天秤セットにね、いつまでも揺すっててもね、多分下で魚はね、これ何揺すってんだろうな、餌も、餌出てないのに、っていう風になってね、よくね、その自分の下からね、魚が散ってしまうという感じになります。空っぽのカゴを揺すってばっかりいるとね、魚はね、危ねえよな、揺すってばっかりやんといてくれよってね、イメージですけどもね、そんな感じになってます。餌がふわーっと出てる間はね、はい、朝ごはんだなとか言いながらね、魚もね近寄ってくるっていうような感じになりますけどもね、巻き餌がもう空っぽになくなってしまったままでね、揺ってばっかりいてもね、いやもう早く餌上から巻いてくれよってね思ってるかもわかんないのでね、やっぱり1分ぐらいです。1分ぐらいでね、当たりに出ない時は一度ね回収して、もう一度また巻き餌入れて投入するようにねしてみてください。あとでやっぱりね、上がってきた時にね、あら、これはほら食わんなってね、思われる方たまにあります。天秤セットに仕掛けが巻きついてたりね、違う、道糸にくちゃくちゃにね仕掛けが絡んでるということもねたまにあります。ちゃんと見て下ろしたつもりなんやけどなっていう風にね、トラブってることもねたまにあるので、ね、やっぱり1分ぐらいでね当たりが出ないときは即回収してね、また餌詰め替えるか仕掛けがねトラブってないか見てみてください。中にね、開始早々にね、今日はなかったですよ、今日はなかったんですけどもね、開始早々に上げてくると仕掛けが外れてなくなってる、あれってね言う方ねたまんまにおられます。それはね、クッションゴムの先にもスナップついてますし、仕掛けの先にもスナップがついてます。片方止めたつもりでももう片方はね、スナップちゃんと止めてないということもねたまにあります。
なのでね、クッションゴムの先にもスナップ付きのサルカンついてます。仕掛けの先にもスナップ付きのサルカンがついてます。こう止め、あの引っ掛けた後は必ず両方のスナップサルカンが止まってるかね、確認してくださいね。そうしないとね、なぜ朝5分もしない前にね、船長仕掛け上げてきたらなくなってたんやけども、俺ちゃんとサルカン止めてたんやけどもとかね、言う方がねたまーにおられます。どっちかのサルカンがね口開いてたんだと思います。そういうこともねたまにです。たまにあるのでね、よくね、サルカンちゃんと止まってるかなとかね、確認しておいてください。あとね、たまにね、釣りに来られるとね、ね、1年ぶりに来たらね、しますよね、さあ、初めてなって言ったらもう、ビールがね、はい、水洗いとかちゃんとしてなかったんかもわかんないですけどもね、糸が電電落ちていかない。あらってね、言う、そういう人もおられます。なのでね、調光前には絶対ね、糸がスムーズにダーッとこう、落ちていく、出ていくかとかね、ハンドル回してもちゃんと糸が負けるかとかね、画面ちゃんと出るかとかね、やっぱり調光前にはね一度ね確認しておいてくださいね。そうしないとね、さあ釣りに来て糸が全然落ちていかんねんけども、鉛天秤セットつけても全然糸出ていかへんやんとかね、レバー倒してもリール巻いてこないとかね、そういうこともねたまにあるのでね、やっぱり調光前にはね一回竿もねちゃんとこう曲がるかとか、ガイド取れてないかとかね、P45 以上に巻いてるかとかね、リールスムーズに動くかとかね、一度ねやっぱりね確認しておいてくださいね。港へ来てね、港違うわ、ポイントついてさあやってね、あったら糸が出ていかないんですよとかね、年に1人か2人来られます。ちょっとね、気をつけてくださいね。そんなことでね、今日はほんまにね、朝はほんまにね、ふんふんっていうぐらいね、イサギ、両方のイサギね、これもね、いい方でした。いい感じでね、もう朝ちっとの前でほんまにね、鼻歌歌ってましたけどね、そんな感じでね、こうイサギこう飛びながら上がってきてますね。みんなね、もう小さいイサギっていうのはほんまになかったです。みんな両肩でした。言い方のイサギでね、お腹パン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 です。一番最初はフェイスブックですね。そんな感じでね、毎日ね、このぐらいもうね、朝1時間2時間ぐらいね、バーッとね連れてくれるとね、先導的にはほんまにねありがたいんですけどもね、なかなか試練はね、大体皆さん釣りに来られるとね、船長キロ釣れましたかってね、聞く方が多いですけどもね、船乗ってからね、今日は船長釣らしてなとかね、あんまりね、言わない方がいいです。もうね、船乗ってからね、静かにね行く方がね、昨日どうだったとかね、いろいろね、昔の方はよく聞かれましたけどもね、今の方は、最近の方はあんまり聞かないですけどもね、あんまり聞かない方がいいです。だいたいネット見てみんな知ってますけどね、昨日どうだったって年越しにね聞かれる方、乗ってね行く前にね、あんまりなんやかんや聞くとね、その日釣れなくなるっていうね、ジンクスがあるのでね、気をつけてくださいね。さあ、これもねよく引いてましたけどね、上がってくるとね、これね鯛です。上がるか、ちょっと待って、意外とねでかい鯛でした。よいしょ。こういう時だけね、このね、メジロすくい用のタモでね、すくいに行きますけどもね、間に合わない時はね、ごめんなさい。そんな感じでね。まあ、タモはね、オニアジ、今日はね、オニアジ、ほんまにね、でかいオニアジはなかったです。残念ながらね、なかったんですけどもね。まあ、イサギだと大体タモいらずにポーンと掘り上げるパターンが多いんですけどもね、まあ、オニアジも、たまに連れてくるのでね、一応タモですくいたい方はね、オニアジすくい用のねタモはね、各自ねご持参お願いいたします。イサギの場合だとあんまりねタモですくわない方がいいですけども、オニアジの場合だけね、こうねポーッと掘り上げる時にね、鮮度外れたやんってねいうこともねたまにあります。鮮度は外れないんですけどね、すいません、ちょっと、いらんこと言うてしまいました。タモはね各自ね持ってきてください、お願いいたします。さあ、そんな感じでね、これもよく引いてます。この方もね、ハンドルがね
ダブルハンドル、ダブルハンドルとはこのね、巻くチョブリコがね、茶色っぽいやつが2つついてる、普通は1個だけなんですけどね、かっこいいハンドルに、ね、変えてますね、これね。そんな感じです。あとたまにねありますけど、電動リールのコード、コードも忘れないようにね、前日にね、竿とリールと電動リールのコード、コードね、たまに忘れる方おられます。コード忘れちゃうと画面出ないです、電池切れてるような感じでね、コード忘れちゃうと画面出ないのでね、コードもね、ちゃんとカバンの中入ってるかとかね、確認しておいてくださいね、お願いいたします。コード忘れちゃうとね、ダメですよ。で、まあ、あの釣りにはね、やっぱりね、このね、ちょっとカッパのズボンかなんとね、履いておくほかね、今日はね、意外とね、雨は朝のうちちょっとね、しょぼ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 っと降ってましたけどね、後からはね、天気予報大外れでよかったです。雨上がってね、もう朝ちょっとだけ降ってましたけどね、あの、ほんまの小降りの雨でしたけどもね、あ、これもね、言い方の詐欺でした。後からほんまにね、天気予報大外れでね、雨上がってね、いい天気に、晴れのね、いい天気になってました。そんな感じでね、雨の日は意外とね、皆さんね、海が荒れてるというイメージがあるみたいですけどもね、ご覧のように、あの、雨降ってもね、風がね、強くなければ海は荒れないです。海荒れるのは大体ね、風の影響です。雨降ってもね、あ、もうほんま多いです。雨が降ると海が荒れるというね、イメージがありますけどもね、雨降ってもね、海はそんなに荒れないです。風が吹くと荒れてきます。波が立ってきます。そういう感じでね、ちょっと参考にしてみてください。だけどまあ当店の場合はね、あんまりね、めちゃくちゃ波のある時はね、お休みします。波ある時ね、無理に行くとね、やっぱり船用意してね、というね、感じになっちゃうのでね、あんまりめちゃくちゃ偉い時はね、当店意外と休みあります。昨日一昨日はね、荒れてなかったんですけどね、夜間通行止めのためにね、意外とうちね、夜間通行止めの時はね、お客さんほんまにないです。昨日一昨日誰も予約なかったね、ちょっと2日休ませてもらいましたけどね、明日、明後日、しあさってはね、天候もそんなに悪いことなかったと思うんでね、出船する日曜日まではね、出ますけど、また月かってね、ちょっと天気悪そうみたいな感じでしたね。火曜日はちょっとね、都合によりちょっと休戦させてもらうんですけども、月曜日もどうかな、雨予報だったんですけどもね、海が荒れてなかった、人数集まったらまたね、出るかもわかんないですけども、ちょっと月かと天候が悪かったような感じです。はい、またね、連日になるとまたどんなに変わるかわかんないですけどね、そんな感じでした。あとまあね、申し訳ございませんがね、6月1日からちょっとね、食費高騰、いろんなね、物価高騰のためにね、6月1日から、申し訳ございませんがね、料金1万3000円にね、改定しますのでね、6月1日以降ね、釣りに来てくれるお客様、すいませんがね、1万3000円に料金変わりますのでね、そこのとこね、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。5月、30日まではね、5月31日までですね、今月31日まであったよね、30日の日とか31日の日はね、あのでもいろいろややこしいんですけどね、今月は31日までありますね。31日まではね、現在の今までのね、料金でいきます。6月1日からです。すいませんがね、1万3000円にね、料金変わりますので、そこのとこね、よろしくお願いいたします。ご覧のようにね、もう雨も上がってね、晴れのね、いい天気になってきてます。終盤にね、オニアジ、デカオニ、釣れないかなと思ってね、ちょっと最後にポイント、変えてみて、魚影はね、こんなに今のようにね、ぶわーっとね、たくさん見えてましたけどね、今日はね、デカオニというのがね、残念ながら出ませんでした。そんな感じでした。中型までの
アジはね、マアジはね、ちょいちょい釣れてましたけどね、おおというようなね、顔にはね、今日はね、残念ながら出ませんでしたけどもね、前半はね、イサギ、ヨガタイサギね、たくさん釣れてよかったと思います。さあ、最後はね、中型がね、ダブルで来てました。はい、本日ね、イサギ、アジ合わせてね、40匹でした。ご覧のようにね、両型イサギがね、早朝はね、しばらくの間はね、入れ食いというね、感じのね、一日でした。イサギ、言い方とかっかりです。はい、そんな感じでした。本日もね、ご乗船&ご覧いただきありがとうございました。できればね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンもね、押していただけると嬉しいです。本日もご乗船のお客様、お疲れ様でした。ありがとうございました。またね、よろしくお願いします。ありがとう。